今日はね悩んだんだよ。なんか最近何すごい緩い感じのね、はいはい、パーカーとみたいな感じだったんだけど、今日はね実はねラミーちゃんとご飯行くってなって、ちょっと緩い感じで行くんじゃなくて、今日初めましてだから可愛いって言われたいなと思ってね、そう選んできたの。いや、わかりますわかります。ラミーも今日松井先輩と会うからと思って、あの上から下までおニューの服で行きましたよ。え、おニューだったん？おニューです、おニューです。でラミーちゃんさ、めっちゃなんか松井のね、イメージね、うん、なんかもうあの読書ガールみたいな感じで来んのかなって思ってたの言ってたじゃん、ね、おうおうおう、すごいなんか読書ガール、なんかすごい本読んでます、うん、私みたいな感じで来るかなって思ったら、うんうん、もうめっちゃ大人っぽくて、いや、読書ガールでしょ今日。ウニ服、ウニ服めっちゃスカートがね、秋らしいね、色で、まあ、なんかすごいおしゃれだなと思ったら、ウニの色なんですウニ食べるからそう、今日ウニ食べるからウニの色のスカート履いてたんですよ履いてたけどね、ウニ色してたけどねそう、今日ウニカラー、そう、めっちゃでもおしゃれでね、大人っぺー、いやーだもう、可愛かった。あとおっぱいがめっちゃでかい うん、でかくてね、変わっちゃったよね、思わず。え、なんかそう、最後にあの、うん、お別れの時にね、ラミーがギュッてしたんですよ。うん、そう、あの松井先輩にキュンってしたらでかいそう、いやなんか当たるなと思ってちょっと触ってやったら、あ、やっぱでかいんだなやっぱりでかいんだなってなりましたね。うん、でかかったねありがとうございますと言っておきます。ありがとうございます。こちら、ありがとうございます、こちらのセリフですけどねいいものを触らせていただきましたという意味でありがとうございますな。やだもう